パリオリンピック日本代表に内定した岡慎之助と杉野貴明に密着。やっぱ苦しい思いしても最後まで諦めずにやり続けて、やった自分なら世界に出ても大丈夫だよっていう怪我を乗り越えてよかったなって。実力が全部出たわけじゃないけど、まあ、ここまで来れて2年間耐えてきてよかったなって。パリでは団体金メダル、ヤッキー、はい、いけいけ、はい、ゴール。ロードトゥーパリ、パリオリンピック代表選考会編、6月30日午後9時公開。